カミロシエンフエゴスゴリアランはキューバの革命家、ハバナで生まれる。両親はスペイン内戦において共和国派に属し、キューバへ亡命する。カミロシエンフエゴスは独裁者フルヘンシオ・バティスタに対する地下活動を行い、キューバ革命に重要な役割を果たした。カミーロはフィデル・カストロ、ラウル・カストロ及びチェゲバラと共にキューバ革命を主導した一人で、 富裕層であったカストロ、ゲバラに比してカミロは、庶民階層出身の人物として知られる。はじめは画家を志していたが、1953年のモンカダ平衛襲撃に参加し、革命の間チェゲバラと一緒に反乱軍を率いた。革命の勝利後に、支援フェゴスは、軍隊の最高指揮官に就任し、反革命的な暴動と戦いの内改革の実施に大規模に関与した。 シエンフェゴスは共産主義者ではなく無政府主義者だった。また革命の間彼が率いた軍隊も共産主義ではなかった。しかし特にチェゲバラから敬愛されゲバラは自分の息子にカミロの名をつけている。カミロシエンフェゴスが1959年10月28日にセスナ事故で死んだのは悪天候が原因とされる。しかし アメリカのキューバ反政府コミュニティの中では、カストロがシエンフェゴスの飛行機を空軍のミグ戦闘機に撃ち落とすように命じたと主張される。また、当日の夜の天候は晴れだったとされる。キューバ空軍隊員、ロベルト・カルデナスによると、シエンフェゴスはキューバのソビエト化に反対した指揮官、フーバー・メトスの処刑を拒絶したので撃墜されたという。 フィデル・カストロはこれらの主張を否定している。ありがとうございます。